まずは冷凍ザリガニを解凍します。ザリガニは解凍されましたね。はい、これに、よいしょ、カルシウムをかけましょう。どうせ取れちゃうんで多めにかけときましょうね。男の料理完成です。冷凍ザリガニヒロシスペシャル、与えてみたいと思います。さあ、今日ザリガニを食べるのはこのサバンナ森田ヒロシ君。はい、そうですよ。ツンツンするとくるよ。ツンツンツン。ツンツンツン。ツンツンツン。はい、思ったよりね、ハサミが小さいのでね、お尻から上げれば大丈夫そうな感じですね。こっちから上げればね。では。では、与えていきたいと思います。基本的に好きじゃないんだよね。ちぎってあげよう。ハサミは取りましょう。ちっちゃめ。これは一口でしょうと思っても一口でいかない。やっぱり小さめがいいようですね。大きいのは明らかに嫌がってる。なんかめんどくさいみたいな。次に、ザリ汁すごい黄色い汁が出てきましたね。うまい具合尻尾からいきましたね。やっぱ飲みやすいね、尻尾からの方がね。ハサミが刺さる心配もほぼないしね。これネクストザリガニどうぞ。やっぱ潰したいんだね、一回ね、噛んでね。下手っていうよりも一回殻を噛んで潰してそれから飲み込みたいんだね。今ね、喉まで突っ込んだけど一回出しましたもんね。今ね、それを見てやっとこう分かりました。硬いもの一回潰したいっていう感じなのかな。ハサミを取ろうか。表紙が噛んだ隙にこれ剥いてよいしょ。小さいのをいきましょう。これは丸のみでしょう。はい、うん、丸のみで、このサイズになると一回噛むってことだね。じゃあ噛んだ時にまたね、ハサミを取りましょう。
うわ、美味しそう。これはやっぱね、相当ハサミがうざいんですね、これね。どうぞ。これ、あとね、この頭の先もね、とんがってるんでね、尻尾から飲まれないですね。はい、食べて食べて。うん、いい音。どうですか、満足いただけましたか。最後にもう一匹ハサミはともかく、ハサミは置いて、よいしょよいしょ、取りました。終わりです。ひろしくん、美味しかったですか。今日の餌はこれで終わりです。はい、次はデュビアかな。じゃあひろしくん、また次の餌をお楽しみに。バイバイ。